フランス北部の町、メジーユに見られる荒い越し、石田民の舗装道が川と交差している。荒い越しとは、道の上を川が流れるようにしてあるものを言う。橋を建設するには、コストや、当時の技術的な理由で橋が建設できない場合、敵の進軍を想定して、そういった構造が選択される。また、森からの沢水を、山側から谷側に流すために道を横切るように、 作られた、排水溝の機能を持たせた構造で、銅の流水による侵食や崩壊を防ぐ目的がある。日本語において、川などを歩いて渡ることは、漢語で、都称、都称、一、山と言葉で、勝ち渡りといい、その点、日本語には、私という言葉もあるが、川や海をとかすること、または、とかする場所を言う、もともとは浅瀬を歩く、と私を指したが、大化改新以降、 と私の困難な場所に船と船子を置くよう定められた。江戸時代には、幕府が制度を大規模に整備している。他にも、船で人を対岸に運ぶこと、その船、その船の着く場所をも指す。また、川越、川越は、川を歩いて渡ることを言う。上述の通り、江戸時代には、厳格に整備された制度、川越が成立し、独特の社会や職種が生み出された。 大昔にもあったであろうことを想起できる素朴な、塗装地。もっとも、都市として反映できたのは、このように、小規模な塗装地ではない。徒歩での塗装が可能な場所は、旅に限らず、交易や戦争の観点からも重要であり、洋の東西を問わずこうした場所のそばには、城や石書、町や市が設けられてきた。英語のフォードやドイツ語のフルトは、逆性語として、ゲルマンそこに、ファーディウッツ。 インドヨーロッパ祖語にパートスが想定されるほど、遠い昔から長く広く用いられてきた、都省、都省の要衝を表す語文の中にあって、最もよく知られているという意味での代表格である。日本では、浅瀬と簡約されることが昔から多かったこれらの語は、正確には、本校で言うところの、都省地、都省地、都省点、都省点のことであって、口述する。 固有名詞の中の図市点説で示すように多くの固有名詞の構成語にもなってきた。このような図書店、図書店を中核として成長したことを示す都市名が世界各地に存在する。ただし、アメリカ州やオセアニア州などの入植地に築かれた都市の場合、本来の都市地起源の都市名とは起こりが全く違っていて、繁栄しているその都市が郷里であったり憧れの地で、 あったりすることによる、ちなんだりあやかったりの命名である例が非常に多く、これらは直接的な都市を地由来地名には当たらない。和歌山県の熊野古道などで、江戸時代以前に作られたとされる遺構を見ることができる。日本でも、大河に対する渡り場は、渡り、私、川越、川越などと呼ばれ、今も各地に、そのような地名が残る。川越人足による、徒歩渡し やから代い渡し、馬渡しを行っていた、東海道の大井川の渡しは有名である。内は語源学的表記法に準ずる。A、B は、A は B から派生。B は、A の語源の意。略称は、N イコール英語、ME イ,イコール中英語、OA イコール古英語、d イコールドイツ語、o グイコールここドイツ語、l イコールラテン語、カール大帝は、 占領地の不安ないなと招致を通ってマイン川を渡る必要があったが、神が使わされた一頭の目近の導きで安全に渡ることができた。マインカハンのフランクフルトの地名の起こりにまつわる伝説である。本作はレオポルド・ボーデの手になる1888年の水彩画フランクフルト歴史博物館所蔵。フランスはブルターニュ地方のベルデ島に見られる荒い腰。 公園内の舗装された荒い越しをピックアップトラックが渡るアメリカ合衆国入りの一周現代においても昔ながらの自然地形の中に生じた都商店やインフラが不備であるが故の自然さながらに見える都商店というものは世界に変在するあるいはまたそのような景観が面白がられて観光地化する例や地域住民が生活する上で何らかの利点があることにより あえて維持されている例もあり、必ずしも残念な事情によって整備されないことで、残っている地形というわけでもない。一方で、現代的都市文明圏においては、多くの場合、大河や都心部の川には、橋が架けられるのが普通であるため、荒い腰が見られるのは橋を架けることが、費用対効果に見合わない、山岳部や農村地帯に限られている。また、自然公園などでは、 景観や自然保護のためにあえて荒い腰しにしておくことがある。しかし、大抵の荒い腰は、前後の道路が砂利道の場合でも、川底だけは、コンクリート舗装や石畳にして水流による侵食を抑制する。国道352号、奥多田湖岸の荒い腰の一例現在の日本では、荒い腰は少なく、それのある国道や都道府県道は、いわゆる国道や、 県道として名所になっているところもある。高宇治及びその後は水量が増すため通行禁止になることもあり、通行できる場所でも最新の注意が必要である。この構造を実現する土木工法は洗い、越した組と表記される。戦場においては敵の進行を止めるために橋を壊したり、そもそも作らないようにしていることもあるため、 人や車が移動できる浅瀬は重要視された。戦略的に重要であると焦点が戦場で、使用された特筆すべき戦いとして、以下のものを挙げることができる。また、フィクションとしては、イギリス陸軍隊員の手になる、小説仕立ての標榜書、愚者の私の防御が知られている。1904年刊行。本作では、周囲で唯一車両がとかできる、愚者の私の防衛を説明している。 ありがとうございます。